アーティストが今のすべてをかける1分間、未来へのワンミニット。抽象画アーティスト澤田の頭の中、インパクトのある名前、その原点は頭の中の模様をなぞってたっていうのがスタートの直感で絵を描くっていうところにつながっていったので、本名が澤田と言いますので、澤田の頭の中っていうところの、まあ、イメージで。もともと華やかな舞台で活躍していた彼女、落書き感覚で絵を描いていたことをきっかけに10年前アーティスト活動を始める。そして今年大きな転機が。今年離婚をしたっていう流れがあるんですよね。もう第二の人生楽しもうと思って、人も物も全て断捨離をさせてもらって、アーティスト一本でやろうっていう気持ちで。覚悟を決めた彼女の絵は素手で荒々しくも繊細に描かれ、頭の中のさまざまな感情を表現している。澤田の頭の中、今の彼女が全てをかけるワンミニット。昔のものをまた新しくしていくアートになります。澤田の頭の中の未来、欲を解放する場所を作ります。アートは自由です。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。